肖像1880年連携がご広し始めは、中国成長後期の天国家、初家である。元の名をて字は、記載だったが53歳以後は記載を名と指示を譲るのとした。さらに64歳以後には譲るのを名とした。後派こと案、片竹竹と万学古字、女王、道合を、死神剣、神河剣、神天とが祭。本席は、 チャンス儀じるしだが幼州で生まれ育つ。父のご明ら公は人相見をして生計を立てていたが家は非常に貧しく譲るのは諸生の段階で家挙による出立を諦めた。幼い頃から印象を好み15歳の時から官員をひたすら模告し20歳の時父の人相見の客となった方精神の所有する。 当石所の天国作品を見て強い衝撃を受けた。以来、法制心に入門し30年ほどついて、書と天国を学び、並外れた天文を示した。金石に詳しく秘調の母国をよく行い、特に高を取り官の、硯氏を濃くして、世に伝えた。画は、柿画を得意とした。天国は、当石所に四縮士手法を遵守しながらも、独自の小粋なスタイルを生んだ。 55歳の時、太平天国の乱を避けて、揚州から60キロほど東にある大州に京を移し、洋ただしの触覚となった。大州には、蘇州や上州から多くの文人が避難しており、譲るのは敬愛の対象となりその諸外を求められた。65歳の時、長試験の訪問を受け、お互いを尊敬し合った。以来、30歳年少の長試験は譲るのの陰法を、 警布している。同行した、義石層はその時の譲るのを、白髪で、背が高く、徳が、極めて高く見えつえをついていたと述べている。義石層はこの後、後譲るの隠蔽を編集している。六歳の冬、郷里の幼州に帰り暮れ雲の家で過ごした。去年七十二、後年、五小石や再白石にも影響を与えている。譲るののつては、 法政心の記号した父の明公の墓碑名に、詳しい、ありがとうございます。